感じで、こんな感じに超強敵クエストが解放されていますね。でこちらのシナリオクエストですね、特訓その後という後日談ですね、シナリオだけのものが追加されているようなんで、これも読んでみてくださいね。ではでは今回はこちらの超強敵クエストをやってみたいと思います。超強敵ゴーレム調査任務ですね。これはこんな感じにドロップアイテムもあるので、まあ、特攻詰め込んでいきましょう。これ僕のサブアカウントなんですけど、まあ見るも無残な感じにちょっとですね特攻が揃っていないんですけども、今回の交換特攻ですね、こちらのリゼちゃんですね、あとこのののちゃんですねを連れていきます。はてはてこの超強敵クエストですけども、まあ、クリアできるんでしょうか。やってみましょうかね。今回は特殊ダンジョンみたいなんで気をつけてやってみましょうね。よし行きましょう。それでは行ってまいります。よし、これは結構大変そうです。こんな感じに敵の体力もそんなでもないんですね。範囲攻撃で3回攻撃でもまあオート周回できそうな感じのものになっています。ではではちょっとやっていきましょうかね。私を甘く見るなよ。よっ。ビシバシと行きます。おっと。属性の相性もあるんですね。なので、まあ初回にですね、このクリティカル確定やっちゃうのもありなんですね。よし、いいですね。よし。こんな感じにスタンしますね。とー、危ないですね。これも注意ですね。よし。でもうこれで倒せちゃう感じですね。とっておきを使いましょう。今回は調整ダンジョンですね。やったもん勝ちという感じです。まあ、こんな感じに簡単に倒せちゃいます。まあ、これはですねパーティーの組み合わせなんかもよく考えてみて、まあオートで周回できるような方だったら、まあ、そんな感じにクリアしちゃってしまうのはありでしょうかね。よし、こんな感じにめちゃくちゃ落ちますね。で果実なんか落ちるんで、まあチケットがたくさんある方はいっぱい回ってみるのもありじゃないでしょうか。星5性能の特攻だけでもいけるのかちょっと試してみましょうね。お、60枚もありましたね。使っちゃいましょうね。よし、できるかな。まあちょっと半オートぐらいでやってみましょうかね。何があるかわからないからな。私がフォローする。でどうやら風属性が狙い撃ちされたり危ないようなんで、これ注意ですね。何これなら。あ、いいですね。普通に枯れそうですね。しまったわ。だな。危なそうになったらとっておきを使うという感じで良さそうですね。はい、いいですね。簡単に枯れますね。これザクザクいけちゃいますね。あ、やっぱ武器のこのありますね。炎の技を使ってくるっていう特殊なダンジョンですね。こういうのもあるんですね。よし、とっておきを使っちゃいましょうかね。ですね。私が気をつかれるとだったら奥の手だ。くらえ。ちょっと足りなかったかね。炎系の技が出てますよね。何があるかわからないからな。しまった。時
これやっぱり風属性が危ないっぽいですね。気をつけた方が良さそうですね。よし、今だ。総攻撃をかける。はあ、特別だぞ。敵襲か。この私が隙を突かれるとだったら奥の手だ。くらえ。よし、いいですね。ちょっと侮れない感じのダンジョンが出てきましたね。極みクエストがちょっと怖そうな感じがしますね。まるで歴戦の戦士のようなオーラだな。でこちらのシーズン3ですね、クリアしていなかったものをやってみましょう。こちらもオートで回せた方が良さそうです。リゼ招待、出発するぞ。各員戦闘準備。しまった。何があるかわからないからな。私がフォローする。受けてください。しまった、しまった。いける。しまった、しまった。私がフォローする。私から行きます。勢いつけて。叩きのめしてやる。はあ、狙う。よっ、受けてください。絶好調。